今まで以上に安くできてるかなとは思うんで、もうこれは初めて出します。日本を代表する圧倒的スター、剣のようなね、顎。もう問い合わせめちゃくちゃ多かったです。今回めっちゃ用意した、だから夏休みだから。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが三脈岡さんです。平岡、平岡さんだ。三脈、はい、ヒマラヤ。あ、そうか、あれヒマラヤか。それは平岡さんね。あ、いえいえ、山みたいに聞こえるんで。ああ、今平岡さんって言われたらちょっと距離危ないか。いや、マジかよ。ハンバーグするやこれ。一緒に出てこい。逆うー、ランバージャックに委託品を持っていきます。はい、恒例行事ですよ。恒例で、ありがとうございます。はい、1年半以上ですかね、ほぼ毎月出させていただいて、うん、今月も、はい、まあ、出させていただくというところで、ランバージャックにレンタルスペースっていうのがあって、はい、レンタルスペースを借りてる人が、まあ、委託できるコーナーみたいのがあるんですけど、うん、僕もレンタルスペース借りてるんですけど、そのコーナーとは別でありがたいことに、まあ、僕のコーナーみたいな感じで、うん、一角を開けてくださって、そこに委託する整体を出させていただいてまして、はい、すごいことだよね。いや、本当にありがたいですね。ありがたいですよ。そこでやっぱり僕も抱えきれない種類とか生態とかが出てくるので、やっぱり生き物たくさん飼育増えてくると、そうなった時にやっぱそういう場所があるというのはすごいありがたいんですけど、僕的にも、はい、それを、まあ、待ってましたと視聴者の方が言ってくださって、購入しましたっていう、うん、ツイッターで言ってくださったり、インスタとか、まあ、SNS で言ってくださったりとか。いや、改めてありがとうございます。ありがとうございます。視聴者の方も買ってくださるんで、ランバージャック的にもそこのスペース置いてても問題ないよっていうのもあると思うんで、うん、そういう中で1年半以上こうやって出させてもらえてるっていうのは本当にありがたい話で、もう1年半以上なるんやね。いや、もうそうですね、下手したら2年ぐらい経ってるかもしれないって感じなんですけど。いや、すごいね、はい、今月も出させていただくということで、はい、まあ、先にランバージャック行く前にここで、まあ、ざっくり1種類ずつ紹介させてもらって、はい、ランバーに持っていこうかなと思いますんで、行きましょう。はい、ただね、今日もうライブがこの後ありまして、 お笑いライブ本業の方がちょっとね、時間もカツカツで、ハードスケジュールですね。まあ、ハードかって言われたら、まあ、まあ、バードかな。泣いてない。早速1種類ずつ紹介させていただきます。お願いします。もうこう後ろにね、実は、うん、もうちょっと取り分けて出してるんですけど、はいはいはい、もうちょっと順不動になっちゃうんですけど、はい、まず1種類目。1種類目。もうこれは初めて出します。ほっ、初めての。はい。はい、虹色クワガタです。出ました虹色。いや、初めてじゃないよ。おなじみのレギュラーメンバー、レギュラーメンバーですね。マジレギュラーメンバー、はい、ただね、ま、はい、この子、ま、色はね、何種類かいるんですけど、うん、この子はまあ深い赤がメタリックな赤色みたいな、はいはいはい、ま、ブロンズ系になるんですかね、色味的には。そういう感じのあれもあるんやね、はい、ブロンズ系って。そこにやっぱシックな感じで、うん、めちゃくちゃかっこいい、ま、色、僕も好きなやつなんですけど、サイズが結構デカめの子です。大きいよな、やっぱり、はい、そうです。これが62mm、 62mm、 まあ、6センチ超えてて大きめの、今回多分虹色少ないですね。あ、なるほどね。何匹かなんですけど、大きい系が多いですね。へえ、はい、やっぱ60とか超えてくるこの顎、ね、あ、でもそう、迫力がずっと伸びてるっていう感じするな。そう、今回ちょっとこの子になったんですけど、動画で見せるのは、はいはいはい、一応この子よりも大きい子もいたりするんで、60多分最大4ミリぐらいまでいるんで、はい、まあ、大きい子がまあ好みな方とか特に、うん、しかも今まで以上に安くできてるかなとは思うんで。なるほど、はい、まあ、この子で言うと9000円ぐらいって感じ、ね、はい、はい、なるんで、ぜひよかったら検討してみてください。お願いします。さあ、そして2種類目、はい、2種類目、もうちょっと手前から行かせてもらうんですけど、はい、この子は久しぶりかな、もしかしたら久しぶり、はい、はい、スラウェシヒラタ、スラウェシヒラタ、はい、出ました。スラウェシの、まあ、野外品とかも頻繁に流通するやつで、まあ、サイズも小ぶりなんですけど、はいはい、ちょっとこれ赤いのはまだ羽化して間もないって感じですね。なるほどね、はい、だからまあ休眠中です。はい、オスメス、ちょっとメスもここに潜ってまだ休眠中なんですけど、見てますね、はい、これまあスラウェシヒラタ、まあ、定番のヒラタクワガタですけど、まあ、10センチ近く大きくもなるんで、はい、飼育もしやすい、体の強い子、うん、スマトラとかに比べたらちょっと細身でスマートな感じの、はい、顎の突起の部分もね、こう見てもらうと先端の方に結構集中してるんで、確かにね、顎もこうシャープな感じなんですけど、なメリハリがすごいあって、はい、
結構好きな平田ですね、はい、平田だからでもスペースもたくさん使うんで大変なんですけど、そうだからやめないとスペース的に厳しいなっていう状況の中でもだから大変ですね、そういう部分の葛藤、まあ、なかなかね、はい、ワンペアか今回は、はい、ワンペアにはなりますけどすごいお手頃な値段になりますんで、はい、気になった方はぜひお願いします。お願いします。さあそしてはい3匹目3匹目これもまあおなじみではありますけど、はい、はい、国産オクワガタ出ましたー、はい、いいね、日本を代表する圧倒的スター、夏だね、夏ですね、夏が来たー。そう、ただちょっとね、これ80ミリ超えてる子なんですけど、うん、こっちの顎の開きがちょっと激しいというか若干、確かに、はい、本当ですね、開き気味の子にはなるんで、はい、ま、問題ないんですけど、はいはいはい、いやでも大きいですよね。そうですね、なんかこっちで測ってる感じですね、ここからここのサイズ感で。なるほど。もう羽先、まあそのブリードには問題ないし、はいはい、まあ立派な子なので、はい、まあ、気になった方はぜひ、はい、お願いいたします。お願いします。さあそして次、はい、ちょっと見えちゃったかもしれないんですけど、はい、はい、こちら初かな、サバゲノコギリ。サバゲノコギリですね、はい、この、いやいいね、そう、綺麗な色味、うん、オレンジと黒のコントラストが綺麗かつ、うん、このなんか悪タイプに振り切ったような剣のようなね、顎すごいよね、かっこいい、はい、だから主人公と親友だったけど、はい、ちょっと邪悪化してしまったライバルが使う剣みたいな、あーなるほど、はい、禍々しさのちょっとね、はい、がね、やっぱこうやっぱ男心くすぐる、確かに見た目中二病、いやそうですね、なら選ぶもんね、これ大選びですね、大選びです、はい、いただきました、はい、ダイヤラミです。ジャキーン、ありがとうございます。あ、すいません、中二病心くすぐっちゃいました。いや、すいません、ならへん、うん、でも飼育も、まあ動画でもたまに上げてたりするんですけど、飼育もすごいしやすくて、うん、はい、まあ休眠期間がちょっと長いんですけど、ノコギリ自体が結構ばらつきあるというか、休眠期間、うん、4ヶ月ぐらいの子もいれば1年近く寝ちゃう子もいるって感じなんで、はい、ばらつきあるんで、まだ休眠中ではあるんですけど、飼育自体はしやすい、繁殖も幼虫もバッと産んでくれたりするんで、はい、で値段も全然そんな1万円いくとかめちゃくちゃ高い種類でもないんで、そうなんですね、はい、ぜひ、まあこれちょっとワンペアだけですね、オスに、はい、メスに偏っちゃったんで、なるほど、とりあえずワンペアだけって感じです、はい、これもよかったらお願いします。お願いします。まだ意外と種類がいるのでバンバンいきましょうか。結構種類重視ね、今回。そうですね、はい、さあそして次こちらも大人気、はい、はい、ババオゴーニ出ました。ババオゴーニです。まあ小ぶりな子ですね、うん、50ミリ、ぐらいかな、60ミリギリ60ぐらいって感じの、はい、まあ、これもまた7センチ超えてくるとすごい迫力出る種類にはなるんですけど、うん、はい、まあ、サイズが小ぶりだとその分値段が下がるっていうメリットもあるんで、はいはい、うん、まあそっから全然7センチとか超えてくる種類子も全然出てくるんで、なるほど、うん、この子からきっかけに、そうですね、羽ばたいていく可能性もあると。そうですね、で、もう2年前とかに比べたらだいぶ半分以上の金額になってたりするんで、そんなに下がったりするんよね、うん、そうですね、だから今飼育したいなっていう人は今買い時かもしれないですね。なるほど、はい、これも2ペアぐらいかな、うん、2ペアぐらい、はい、いるんでよかったらお願いします。お願いします。さあ、そして、はい、こちら平岡さんとは結構思い出の種類かもしれないです。はい、ちょっとね、小ぶり、あ、おいました、お、いました、はいはい、ハスタートノコギリ、ハスノコね、はい、ん、思い入れあったっけ。いや、ないですね。ないわ。はい、のモイニエリっていう種類なんですけど、これ、今僕が多分今後出てくるやつですねと勘違いしてました。あ、なるほど、はい、この子が出ちゃったと、はい、だからびっくりしました、びっくりした、結構小型の種類を連想してたんで、はい、出てきた瞬間、デカって思ってた。あ、思ってたのと違う、ね、はい、そうですね、今もうちょっとランダムでバババって出してるんで、はい、あれですけど、まあハスタードノコギリでいうと小ぶりな方かな、はい、はい、ここには色味も、ね、いいですね。そうなんですよ、この縁がオレンジの感じで、はいはい、で、ノコギリなんですけど結構、まあ、サイズちっちゃいんであれですけど横にたくましい、まあ、平田、クワガタっぽさもある雰囲気で、そう、で、飼育産卵セットもマットだけで全然いけるんで、はい、うん、飼育もしやすかったですね。なるほどね、はい、それが羽化してきたので、今回出させていただきますんで、はい、よかったら検討してみてください。お願いします。さあ、そしてこれですね、これが平岡さんとの思い出の種類になります、はい、ないな、覚えてるかちょっと微妙なところではあるかもしれないですけど、はい、はい、こちらこちら、あー見たことある、
ちょっとね、今、うん、じっとしてるんですけど。名前何だっけ。の。の。の。ず。のず、のこぎり。おお、すごい。のずのこ。あ、のずのこ分かるのすごいですね。のずのこや。はい。見たことあるんですよ。あるんや、俺。はい。どこで。大阪で。大阪で見ました。はい。今片手ゲッツやってますが。やってますけど。あのショップさんで。そう、カラーズで。はい、カラーズさんで。はい、そう、店長さんが見せてくださって、はい、ちょもう売約済みにはなってたけどっていうので、はいはいはい、特別に見させてくださって。あの子や。そう。そうや。あのね、疲れ切った体の中、のずのこのね、すごいなっていう話してたね。うん、そう、うん、可愛らしさと、まあ、店長のね、はい、まあ、優しさにがすごい染みた。染みましたよ。はい、あの思い出のと同じ種類というか同じ種類ですね。はい、同じ種類というか、まあ、同じ種類ですね。そうなんやろ。はい。そら、はい、そら、そうや。まあ、これ初めてミカカブクワを動画で撮影行かしてもらった時に購入した子からの、あ、なるほど、類代されてる子ですね。はい、はい。その当時は10万円とか超えてたんですけど。確かにあの時、はい、ね、行った時もすごい。あ、そうですね、久しぶりの入荷とかっていうのもあったんですけど、ね、そこから考えるとだいぶお手軽になってるんで。あ、そうなんですね。はい、で、もう体も強いんで、はい、もうぜひ。飼育もそんなに難しくないし、サイクルも速いし、はいはい、うん、ちょっと奇妙な、これちょっと足畳まれてて、あれ見えないですけど、結構足が長くて雲のような。あ、確かに、はい、そんな感じだったわ。そうですね。だからか、なんか印象にありました。うん、そのピントコンフンだった。そう、だからもう結構インパクト強いクワガタなんで、はいはい、はい、ぜひよかったら検討してみてください。お願いします。さあ、そしてまだまだいます。さあ、まだまだいますよ。さあ、そしてこちら、はい、ティティウス白兜出ましたね。ティティウス、はい、こちら、はい、まだ休眠中で色味がバッと出てるわけではないですけど、その中カラーも垣間見えるちょっと白っぽさ、クリーム色っぽさみたいな。そうですね、可愛、はい、いよね。可愛 いですよね、白い、ギュッとしたヘラクレスみたいな感じで、可愛、はいはい、らしい綺麗なカブトムシなんですけど、はいはい、こちらも、まあ、休眠期間ちょっと長いんですけど、うんうん、ただまあ休眠明けてからは結構産卵自体はすごい比較的バッと産んでくれたり、普通の産卵セットでいけるんで、はいはい、はい、これもおすすめのカブトムシ、はい、はい、これも何ペアかいるって感じですね。なるほど、はい、よかったらお願いします。お願いします。さあ、そしてそしてこちらちょっとね、オスが先に餌食べ始めちゃってるんですけど、はあ、こちら、はい、サタンオオカブト出ました。のちょっと角がね、曲がっちゃった子なんですけど、すごいね、サタンです。はい、好きやね俺。そう、その分まあ値段もお手軽になってるんで、はいはいはい、かわいいやね、はい、そう、すごいかわいらしい。オッケーっていうあのね、指のジェスチャーしてる感じの。あ、そうですね、こう、うん、いや、なんか珍しい。オッケーって、いや、確かにちょっとね、はい、うん、まだ2歳、そう、でも2歳児のオッケーね。あ、でももう結構まるっとコロッとして、うん、かわいらしい感じですけど、 100ミリ超えてきたりとか、はいはい、結構迫力も出る種類なんで、うん、そう、毛がいいねんな。そう、この毛のね、ふさふさな感じも、はい、またヘラクレスと若干違う雰囲気がある子で、まあ、メスとちょっと浮かずれしちゃったんですけど、はい、1ヶ月か、1ヶ月ぐらい浮かずれしちゃってるんですけど、メスもそろそろ、まあ、オスが、餌食べ始めたんで、はい、あと1ヶ月ちょっとぐらいで餌食べ始めるんじゃないかなとは思うんで。なるほど、うん、ブリード、まあ、間に合いはするんで、はい、うん、よかったらこれワンペアのみなんですけど、はい、お願いいたします。お願いします。さあ、そして次、はい、お久しぶりの登場です。お久しぶりです。いや、珍しいな。クレヨンしんちゃんの末裔か。すみませんね、うちのカメラマンが。すみません。はい、こちら、セプテントリオナリス。セプテントリオナリス、はい、ヘラクレス、セプテントリオナリス。やっぱいいね、シュッとした。いいですね、そう、またヘラクレスとかのとは違くて、角がシュッとしてて、はいはい、うん、スマートさがやっぱり、そうだね、うん、やっぱヘラクレス、うん、ヘラクレスにあるその迫力みたいなのはないんですけど、シャープな、うん、これとなんか小さい頃見てたヘラクレスの雰囲気。確かにね、うん、どちらかというとこっちの感じだったもんね。そうですね、それが、まあ、まあヘラヘラはヘラヘラですごいかっこいいんですけど、うん、もちろんっていう、ね、そう、そことはまた違った、なんか図鑑とか小さい頃展示会で見たことあるような、はい、まあ、僕の主観の話になっちゃうんですけど、うん、ヘラクレス、これぞヘラクレスみたいな見た目かな、はい、はい、こちらもワンペアだけ。ワンペア、はい、ちょっとメス、オスに偏っちゃったんで。なるほど、今後オスタンとかは出すかもしれないんで、はい、観賞用にっていう方は、まあ、ちょっと待ってもらいつつ、はい、ブリードしてみたいなっていう方はこちらよかったら検討してみてください。お願いします。さあ、そしてはい、セプテンときたら、はい、はい、こちら出ました。はい、ヘラクレス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 です、はい、の
ちょっと小ぶりな子かな。でもかっこいいね。いや、かっこいいですね。十分立派。立派ですね。これが14センチ、140ミリぐらいかな。はいはい。はい、で、形もすごい綺麗で。綺麗やね。うん。かっこいいわ。そう、かっこいい。はい。これ、だからさっきのセプテンと7ミリぐらいしか変わんないんですけど、あ、大きく見える、うん、やっぱめちゃくちゃ大きく見えますね。こうかっこいい、うん、めっちゃ綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。まあ最近羽化してきてるんで、はい、まだ休眠中なんですけど、メスも最近羽化してきた子なんで、はい、まあそんなに羽化ずれはしない、活動開始するタイミングはずれないかなとは思うんですけど、はいはい、こっちもワンペアだけ羽化してきたんで、で、サイズ的な部分と血統の部分とかも相まって、うん、はい、比較的お手頃な値段に出させてもらってるんで、はい、うん、大おすすめですね。大おすすめ、はい、出ました。なんでよかったら検討してみてください。お願いします。さあ、そしてラストです。ついにもう問い合わせめちゃくちゃ多かったです。問い合わせが連絡が、はい、コメントとか DM とか、はい、スマトラ大平田出ました。スマトラさんです。はい、いいねの、こいつはクロブスター血統ですね、うん、そうだね、はい、やっぱ顎の顎が違いますよ、はい、その中でも一番大きい子かな、顎が。いや、すごいね、ここだけ見たら本当ロブスターですね。いや、そうですね、本当にロブスターのハサミのような、うん、いや、素晴らしい顎で、サイズもね、意外とこう顎極太系の子で、はい、サイズはそんなに出ないとは言われてたんですけど、意外と体重の割に100ミリ近い、100ミリ前後の子が出てきて、うん、そう、サイズも立派になるんで、顎も相まってめちゃくちゃでかく感じる。迫力あるよ、はい、こちらがね、うん、まあサイズ、顎のサイズは一応この顎先、先端、ここの突起、はい、ないし内側の突起のここと、はい、まあここの出っ張りの、まあ、最大値で測った感じなんですけど、うん、まあ、こいつが多分確か一番でかくて 13.7mm。 おー、13超え、13号超え、12あれば、おお太いなって感じるんですけど、ね、まあサイズにもよるんですけど、13になるともうパッと見でやっぱまあ全然違いますね。そうで、まあだから顎のサイズとか大きさとか、はい、そこも含めての値段になるんで、うん、結構高かったりはするんですけど、はい、クロブスター自体がとりあえずだから一番ちっちゃい子で3万円からって感じになるんで、はい、うん、さすがですね。そのやっぱちょっと高く感じる方もいるかもしれないですけど、うん、それをやっぱ凌駕する満足度あったんで、うん、はい、ぜひよかったら検討してみてください。ぜひぜひお願いします。ただそのクロブスター以外に普通の、まあ、大型系のうちで管理してる、はい、そのショップに出すときは血統名とか出してないような子、うんうんうん、もう、今回ある程度結構羽化してきてるんで、はい、そっちの方がお手軽な値段になるんで、はい、うん、そちらもぜひぜひお願いいたします。お願いします、はい、で、クロブスターに関してはあの神奈川のブリーダーの方がこうやって血統証明書みたいなのを、はい、なるほど、送ってくださったんで、これも、ワンペアに1枚ずつ、はい、一緒に同封されるって感じかな。そうですね、はい、ついてくると、はい、で、こう後ろにちゃんとうわその落書きと、はい、あ、いや失礼な、落書きじゃないです、落書き、こっちの話、あ、こっちか、はい、こっちかって、失礼な、はい、はい、僕のサインとその方の、まあ、印鑑みたいな感じかな。なるほどね、証明、はい、証明印みたいな感じです。はい、はい、これも一緒についてくるって感じですね。はい、ということで以上になります。はい、はいはい、まあ、多分種類でいうと結構多いかな。そうだよね、10種類、うん、感じですね、10種類ちょいって感じで、うん、結構多いかな。あとはまあヘラクレスのメスちょっと早めに羽化してきちゃった子とかを出させてもらったりすると思うんで、はい、あとはまあ、店長に渡して、はい、棚に出させてもらおうと思いますんで、はい、はい、あとそうだ、今回ちょっとサインまた僕も書かせてもらってるんですけど、サイン書かせてもらってます、はい、これね、出ました、はい、はいはい、こういった感じで、まあもうお決まりなんですけど、これもちょっと数今回少ないです。おい、すいません、うわ、はい、いや多いけどね、引く感じで言わないでください、うん、めちゃ多いわ、はい、今回多めに書きました、めちゃくちゃ多いです、まあ、夏なので、はい、こうクワカブの部屋きっかけで遊びに来られる方もいると思うんで、いや嬉しいね、はい、なんか購入する際とかに、はい、声かけてみてください。はい、はい、メモサイン欲しいですと、はい、まあよかったら
見てください。これも店長に渡しましょうか。まあ、夏のね、風物詩となりつつある三森のサイン投げないよ、そんな、ね、家建てたんか、はい、川にシュッシュと家建てる前みたいな、はい、でないよ、あるけ、あったけどね、ああ大、あの大工さんたちと一緒に持ち投げるあれあったけど、ああ なんかあるけど、ね、はい、何でしょう、あれにね、五円玉とか100円とか500円とか入ってたりするんですよ、うん、あ、そうだね、はい、子供の頃、うん、一回だけやった、え、あんなのある、いや、ありましたよ、なんか俺そういうあれでしか見たことない、あ、マジですか、いや、僕小さい頃だからそれ知って、うん、もう新しい家ができてる場所目星つけてましたもん、高校、学校学校の、うん、まあ範囲内の小学校の頃で友達と情報共有し合って、いや、すごいね、ちょっと時間もカツカツなので、はい、あれなんですけど、じゃあ早速行きましょうか、行きましょう、じゃあランバージャックに向かわせていただきますんで、はい、ランバージャックに、到着するまで時たまご眺め、はい、眺めてますじゃんけど、はい、いや、はい、じゃないよ、すいません、ランバージャックに到着できず、どういうこと、時間の都合上、おう、ランバージャックに行くのが間に合わない、間に合わないんや、はい、っていうことで、はい、そう、これも、これの前もちょっと仕事あって、うん、はいはい、はい、そう、すいません、ここで一旦紹介だけさせてもらって、はい、平岡さんがカメラできる日かどうかも分かんないですけど、はい、ちょっと後日持っていく感じになると思うんで、なるほど、はい、ただまあ動画が上がるタイミングで、うん、の次の日にランバーでは出させてもらうって感じになるんで、はい、皆さんしばらくお待ちください、お待ちください、すいません、ランバージャックに行ける日まで、行ける日までですね、はい、時たまご、あー、また肌塗り、いや、塗っちゃったーい、覚えてるかな、はあ、はい、あれから、数日、4日ほど卵顔にくぐらしてもらってたんですけど、何言うてんすか、はい、平岡さんとね、一緒に今日もやって、いや、坂田ですよ、何何じゃないですよ、坂田そうか、坂田はちょっとわけ分かってないかもしれないけど、はい、委託を出させてもらうためにランバージャック来てて、4日前に撮ったんだけど、俺のちょっとその後の仕事的にちょっと間に合わないっていうので、あ、そうなんですか、そう、急遽関西弁を用意させてもらいました、いや、平岡さんつながりで関西弁やったら坂田でええやじゃないんですよ、うん、ここで委託をちょっと今出させてもらってて、はい、で今日店長さんがお休みみたいで、はい、今回ちょっと中村さんがやっていただいてるんですけど、はい、もう早速やってくださってて、仕事のできる男ですね、あ、ギャルピースの中村もこれも仕事だから今日熱料金発生しない、まさかのオプションみたいなのがあったみたい、そんないいもんでもないでしょすいません、ありがとうございます、ちょっとこれ一気に並べてっても大丈夫ですか、大丈夫です、これはもう終わり、あ、ありがとうございます、その上に並べても大丈夫ですか、全然大丈夫、ごめんなさい、僕カメラ持ってるんで手伝えないですけど、あ、全然、サムネも含めね、ちょっと今から並べていくから、了解です、すごい数っすね、でもそう、もうね、今本当にありがたいことに委託もたくさん出させてもらって、こうだんだん勢力広めてランバージャック乗っ取ろうとしてるんじゃないですか、うん、もう乗っ取ったよ今日店長いないから言いたい放題、実質、うん、ひどいよ、乗っ取って、はい、従業員の方の休み時間を8時間にして、はい、で残りの16時間働いてもらう、ブラック知らない寝るとかそう、これ今書いてもらって、何書いてるんですか、これで、これレンタルスペースを借りてる人が出せるんだけど、あ、そう、そのレンタルスペースを借りてる人の委託するときに整体の値段を記入しとかないと置いてると分かんなくなっちゃうから、一旦そう管理用に値段を記入してもらってる、で売れたら多分そのチェックが入ってってみたいなとか欲しいなっちゃったりした、店のシステムですね、これが、そう、システム、これが心臓部ですね、ランバージャックの、これが心臓そう、丸裸どう、それどう分かんない合ってるかも分かんないけどまあでもそういう流れだから、一回持ってって値段を記入してもらうみたいな状態、借りてる人しかできないんですね、そう、これは、あ、もうこれ大丈夫ですか、ありがとうございます、で、今回クロブスターケットって書いてるやつがいて、スマトラの、はい、それの一応証明書みたいなやつになります、はい、はい、ちょっとこれもお願いします、で、これが一応番号で振り分けてるんですけど、この平田のメスの、はい、ペアのメスって感じですね、分かる、ここに番号書いてあるんで、10だったら10のメス、10だったら10のメスって感じで、はい、なんかもう業者ですねみたいな感じだよね、いやもうほんと趣味なんだけど嘘つけよ、いや嘘ではないけどそう、ありがたいことにたくさん羽化もしてきて、そう、干してくださる方もいるし、俺のスペース的な部分の問題もあるし、で、すみません、これもサインをお願いいたします、はい、
あ、ちゃんと見せてくれて。なんすか？俺のサイン。あー、サイン。そう、だから、まあ、購入されるサイトとかにちょっとよかったら聞いてみてください。余ってたらこれは限定で何枚かってことなんですね、うん、買った人に配ってるみたいな。そう、買った人に配ってるって感じ。ちなみにあれ、サインって前のやつ残ってたりしましたっけ？若干。あれ、ほとんどないですね。結構残ってません？ほとんどない。あれ、右がさっきもらったやつですよね、うん、で、左も今日渡したやつだから、ほとんどない。で、みんな、今配った方がいい。店内ちょっと駅前行くか。ちゃんとどさ回りしてもいいかもしれない。でも今回めっちゃ用意した。だから夏休みだから。そうか、もう夏休みか。そう。で、これを一旦ちょっと戻します。はい。やっぱね、夏休みシーズンで結構やっぱお客さんが、撮影日が7月の26だから。そう、もう夏休み入ってるタイミングなんだよ。そう、で、時間帯的にもそうだ。もうすぐ行っても盆とかになってきたらもっと人増えるでしょうね。そう嬉しいですね。だってコロナの時なんて最悪でしたもんね。いや、そうね、本当に夏休みっつっても外出れないし。そうね、だからそこで考えるとやっぱ2年前とは全然違う、ね、生態の入荷数とかもだいぶあれですか、戻ってきました。いや、でもやっぱ戻ってきた。2年ぶりぐらいに3000匹去年、先月入荷したみたいで。よかったですね。いや、よかったね。そのクワガタカブトムシの界隈が盛り上がってくれるっていうのはショップとしてもね、やっぱありがたいし嬉しいっすか。うん、三森さんとしてもだって入ってきてくれたら嬉しいっすもんね。いや、嬉しい。泣いてます？泣いてるよ。泣いてないっすよね。泣いてる、めっちゃ泣いてる。笑ってますよね。いやいや、違う。笑ってはいるけど、ありがたいからね。泣いてもいるんですか？うん、泣いてもいる。で、やっぱね、生態も3軒借りてるけど、それでもやっぱ飼育スペースってなくなってくるから。3軒家ってことですか？家をなんか借りてるじゃん。そのスペースを、だからその YouTube のおかげでそうやって借りれてる部分もあるけど、そう、そういう中でやっぱ飼育スペースの都合でやっぱその出さないといけなかったりもあるけど、そういった出した生態をこう欲しいって言ってくださる方もたくさんいるから、需要と供給ってやつですね。そう、ありがたい、感謝で。ちょっと一旦委託の方見てみましょうか。今どのくらい、うん、先月うわって出したんだけど、どういう状態になってるか。どうやって出したんですか？うわって出したんだけど。僕お願いします。うわって出したんだけど、何回話せんだよ。ワオみたいになってますよね。そう、増田岡さんみたいな。そう、こっちにね、委託があるんだけど。はい、乾杯です。完売です。いや、あ、これなんすか？完売です。いや、でも半分売れてるのすごいですけどね。いや、そう、ありがたいことに、うん、そう、今のね、お決まりのくだり。あ、そうなんですか、うん、知らなかった。伝統芸だから俺バカになっちゃったんかと思った。ついに。いや、でもありがたいことに、うん、本当にここで、ここもここまでだったんですけど、すごい広いですね。そう、そこをありがたいことにこんなにたくさん。ミモスペですか？1ヶ月で。いや、そう、アペックスみたいに言うなよ。エーペックスみたいに。アペックス。エーペックスみたいに言うなよ。アペックス。危なギリギリ間に合ったわ。いや、追いついてないですよ。本当に すごい売れてるじゃないですか。いや、本当にありがとうございます。いつもそう、1ヶ月だからね。1ヶ月行ったか行ってないかぐらいだから。すごいっすよ。いや、本当にありがたいですね。で、ここにまたこの動画が上がった時にタイミングでまた並ぶって感じです、多分次の日に。うん、で、ちょっとね、結構中村さんも忙しそうなんで。そりゃそうですよ、うん、そう、お客さんも結構いらっしゃるんで、ね、まあ、それのやっぱ夏がやっぱ来てるなっていう実感もあるし、まあ、やっぱ湧くね。湧き、うん、いや、いいじゃん、ちょっと急に固まったと思ったら、なんすか、湧きとか言って。いや、いい、固まってないから。何ふざけてる。動画の妙だから。勘弁して。ふざけないでください。ふざけてはない。違う、これの前の動画で一回体力消耗してるだけだから。うん、まあまあ気になる、ね、どれか、まあ、これより後に多分上がると思うんで、はい、気になった方はぜひ見てほしいんですけど、多分中村さんも忙しそうなんで、どうだろうな。いや、いいよ、どれぐらい背伸びして見てるかは。で、だからさっきも言った通り、動画が上がった次の日に上がるんで、ぜひ、気になった方は概要欄にランバージャックのツイッター載せてるんで、はい、そこで詳細ちょっとチェックしてもらって遊びに来てもらえると嬉しいです。で、月夜野さんでも幼虫をたまに販売させてもらったりはしてるんで。そうなんですか。うん、幼虫が気になる方とかは概要欄にその月夜野さんのやつも載せてますし、うん、月1とか、まあ、
不定期、まあ、定期的にヤフオクでたまに出したりもしてるんで、うん、概要欄よかったら覗いてみてください。概要欄なんですね。いや結局概要欄よ、うん、そうもうだから産卵か概要欄、結局産卵と概要欄なんですね、うん、結局この世の中は産卵か概要欄かランマ2分の1 、うん、ハマってんすか今。いや小学校の時ハマってた思いつかなすぎでしょいや小学校の引き出し上げたのすごくないでもすごいですね、よく開きましたね、うん、いやなんとか開いた、ちょっと錆びてたけど、はい、笑いの方は全開ということで、はい、まあ、ぜひ、概要欄から、はい、飛んでみてください。はい、でまあ、ちょっと忙しそうなんでここでちょっと締めさせてもらいます、はい、今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。ちゃんと帽子脱ぐんや。すみません野球部だからもっとね、今もっとでしょ今も野球部、今も野球部、今の言い方だと今も野球部ですよ今も野球部、ありがとうございました。あ、脱がない、ないでしょ何やった今の脱がなかったやつ。いや、長回しだな、終わった後